こんにちは、エヴァとタケシです。今回は、なぜ、またこれを思い出してしまった、と嫌な気持ちになるのか、というテーマでお話ししていきたいと思います。私たちは、ショックなことが起きると、その出来事を拒むようにできています。私たちにとってショックなこととは、自分を傷つける出来事です。自分を傷つける出来事とは、 自分は価値のない人間かもしれないと思わせるような出来事です。愛されたい人に愛されなかった、愛されたいと思っていた人に嫌われた、などといったショックなことが起きると、こんなことがあってはいけないと反発します。愛されたい人に愛されなかったということが起きたことを受け入れると、そんなことが起きるのは私に愛される価値がないからだとなってしまいます。 愛されたいと思っていた人に嫌われたという事実を受け入れることで私は愛される価値がない人間だとなってしまいます。だから、いや、そんなことがあってはいけないと否定します。私には愛される価値がないと認めることで私には愛される価値があるという自己イメージが崩れる。つまり自分が深く傷ついてしまいます。私たちは自分を守るために愛されなかった、 というショックな出来事を否定するようにできています。愛されなかったという出来事を否定するとは、愛されなかったという経験の記憶を置いておく場所を作らないということです。いや、そんなことがあってはいけないと否定することで、愛されなかった過去の自分の居場所がなくなります。愛されなかった過去の自分は、私の居場所を作ってくださいよ。 と今の自分にお願いします。ほら、こんなことがあったんですよ。受け入れてくださいよ。と今の自分に求めます。それが嫌な記憶を思い出すということです。今の自分は、そんなことはなかったんだ。と愛されなかった。という事実を否定したがります。しかし、居場所を作ってほしい過去の自分は、いや、愛されなかったというのは事実ですよ。それは実際に起きたことですよ。 と今の自分に訴えかけます。今の自分が過去の自分を否定すればするほど、いや、私を無視しないでくださいよ。私を認めてくださいよ。と過去の自分に求められることになります。それが嫌な記憶を何度も思い出し、何度でも嫌な気持ちになるということです。愛されなかったという出来事を受け入れたら、 自分は愛される価値がある人間だという自己イメージが崩れてしまう。自分が深く傷ついてしまうと怖くなるのは当然のことです。自分を守るために過去の出来事を否定する。過去の出来事を受け入れていないから嫌な出来事を思い出して嫌な気持ちになるというのはおかしいことではありません。だから嫌な出来事を忘れられない自分はダメな人間かもしれないと悩む必要はありません。 過去の出来事を否定し続けるのは、できるだけ自分が傷つかないように過去の出来事を受け入れる方法を知らないからです。この出来事にこういう解釈をすれば、あまり傷つかずに済むかもしれないというやり方を知らないから嫌な出来事を否定するしかなくなってしまいます。愛されなかったという事実を自分を深く傷つけないようにうまく加工できないから、愛されなかった という事実を否定するしかなくなってしまいます。嫌な出来事を思い出さないようにするためには、嫌な出来事を受け入れる必要があります。過去の出来事を受け入れれば、ほら、こんなことがあったんですよ。起きたことはちゃんと受け入れてくださいよ。と求められることもなくなります。嫌な経験をした過去の自分を受け入れれば、私の居場所を作ってくださいよ。 と過去の自分に求められることもなくなります。愛されなかったという事実を受け入れるためには、愛されなかったという事実が自分を傷つけないように、うまく加工することが大切です。もちろん私は愛される価値がある存在だけど、すべての人間に愛されることはない。なぜなら、世の中には私の価値に気づくことができない人がいるからだ。どれだけ私に愛される価値があっても、 人を愛すことができない状態になっている人に愛されることはない。私の価値に気づくことができる人もいれば、気づくことができない人がいるのも当然のことだ。愛されないことがあっても、それは私に愛される価値がないということにはならないと考えることで、愛されなかったという事実を受け入れやすくなります。ということで、嫌な記憶を何度も思い出すときは、 私はその事実を否定しているのかもしれないと疑ってみてほしいと思います。そして、どんなことがあっても私は価値のある人間だから大丈夫だよ。他人にどう思われても自分の価値は変わらないから大丈夫だよと何度も語りかけて嫌な出来事を受け入れやすくしてあげましょう。私は嫌な出来事を思い出すのは当たり前と受け入れています。 私は嫌な出来事を否定したくなるのは当たり前と受け入れています。私はどんなことがあっても自分は価値のある存在だということを知っています。私はどんなことがあっても自分の価値は変わらないと信じています。私は愛されないことがあっても 自分の価値を信じ続けます私はすべての人間が自分の価値に気づくことはないということを知っています。私はすべての人間に愛される必要はないということを知っています。私は自分が自分を愛することで自分の価値を証明しています。 私は愛されないことがあっても大丈夫だよと自分に語りかけています私は自分の価値に気づいてくれる人は必ずいるから大丈夫だよと自分に語りかけています